フェルナンドでポルトゥガルは、ポルトガルの王族、ベージャ公及びビゼウ公、ポルトガル軍総司令官を務めた。ドゥアルテ一世の息子の一人で、マヌエル一世の父である。ドゥアルテ一世王とその王妃で、アラゴン王フェルナンド一世の娘であるレオノールの間に三男として生まれた。兄のアフォンソ五世に、子供がいなかった1438年から1451年。 1451年から1452年の間、ポルトガル王位の推定相続人として、ポルトガル公の称号を帯びた。1447年、オジジョアン王子の娘ベアトリスと結婚した。1452年、フェルナンドは冒険旅行を試みて、ポルトガルを出国しようとした。行き先は、 北アフリカのポルトガル植民地の諸都市だったという説や、母方の叔父のアラゴン王アルフォンソ5世による南イタリア遠征に参加するためだったとする説がある。後者の説は、フェルナンドが着出子のいないアルフォンソ5世からナポリ王国を相続することを望んでいったことから推測された説である。しかしヤニオアフォンソ五世は、弟の出奔を知るや、イナやムホンを心配して、 重心のオデミラ白山頂に命じて、ジブラルタル海峡中を捜索させ、無理やり、フェルナンドを宮廷に連れ戻した。1453年、フェルナンドは兄王により、初代ベジャ公爵に除せられた。1460年には、叔父のエンリケ公会王子の後継ぎとなる形で、第二代ビゼウ公爵及び、アビス騎士団総長となり、同時に、ポルトガル王家における、 新天地開拓の任務も引き継いだ。フェルナンドは1458年に、兄王と共に、北アフリカに遠征し、モロッコのマリーン長が支配する都市アルカセルセゲールを征服した。1468年には、ベルベル人海賊の拠点都市アンファを、占拠、破壊した。1470年に37歳で死去し、ベージャの修道院に葬られた。 妻ベアトリスとの間に9人の子供を設けた。ありがとうございます。